Welcome to the CB Channel. So, Welcome to the Gundam Online. 本日はガンダムオンラインをやっていこうと思います。久々でございますね。まあ、出来は適当に、やりますよ。あ、そんなこと言ってたら、ドムトロピカルテストタイプが当たった。当たってしまったようだ。ドムトロピカル、あ、ここから取らなきゃいけないのか。これ GTX970 おめでとうございます。ドムトロピカルタイプ、まあ、まあこんなのはどうでもいいんですよ。そんなわけでいきましょう。さあ、マソゲーが今始まる。ね、当たってしまったんですが、大して魅力を感じない。今、てかね、作る枠がない。てか、何度言いますけど、私は、ドムシリーズは、デブちゃんは、あんま好きじゃないので。デブちゃんは好きじゃないです。で、この辺もデブちゃんなんですよ。どちらかというとね。あ、BGM ね。そんな存在を忘れていたよ。まあ、僕はこっちの方が、今最近こっちの方が好きなんでね。いやー、全然話変わるんですけど、モニター2つだと狭いね。3つぐらい欲しいね。作業枠が狭すぎる。やっぱり、モニターは、3つぐらいあったらいいね。はい、こんばんは。そう。私は、ドムは、もともとダメですから。昔からデブ言ってましたからね。ヒットボックスが、いや、みんなが言い出す前から、お、これヒットボックスが違いすぎやろ、みたいな。そんなわけで始まりました、ガンドゥームオンラインでございます。パチモンです。めちゃくちゃ言ってるみたいな感じでございます。まあ、ぼちぼち行きましょう。なかなか始まんないからね、このゲームすぐ始まる、ポッて始まるわけじゃないじゃないですか。だからね、結構ね、一筋縄ではいかないですよね。起きた、来た。参戦ボタンを押して戦闘開始までしばらくお待ちください。マップがね、ニューヨークだといいんですけどね、今週あったっけ？ニューヨーク外すなって話ですよ。もう今、ああ、やった、来たー！やったねー。ニューヨークだと、もう、ツッコミ上等でございますね。どれにしようかなー。まあ、いい子ですね、この子はね。はい、これでいこうかな。中期待は、ね、
案外始まるのに時間かかりますよね。オデッセン岩はもういいです。ごちそうさまでございます。じゃあ行きましょうね。まだ20秒。長えな。今週のチャレンジは、2勝する。無理ですな。いやもう本当にまずゲーだから。まずゲーまずゲー。拠点を制圧、戦場を疾走せよ。さあ始まりますよ。時間内に敵機および敵拠点を可能な限り多く破壊してください。出撃する機体を選択してください。じゃあ全部使っていこうぜ。せっかくだからね。お祭りじゃあ。攻撃する地点を選択してください。お祭りじゃあ。よくコントローラー何使ってるんですかとか言われるんですけど、使ってませんよコントローラーは。出撃準備完了。私キーボードですよ。さあ行きましょう。出撃するぞ確認。うん、良さそうね。若干 FPS が落ちるんだよね。それだけちょっと嫌ですね。指揮官不在のため一時的に戦術支援の使用が認められました。拠点を奪取しました。おお。マジかよ。心配想像偶然はありません。お引きなさい。これね、3から普通にね、ずっとやられちゃうんでね。ガンガン行くよ。出撃する地点を選択してください。修理は私が。どうだ、攻撃続行。ラグ。背筋を垂らして出直してこい。ラグってかっこいいね。ちょっとやっぱデスクトップキャプチャーの色あると FPS がちょっと落ちるね。うん、ちょっとカクつくね。ダメ、コメントは見れないですから、このリアルタイムの対人ゲーは。あー、そこだけご容赦を。この程度石川一枚傷ついただけだ。これも戦争だ。ちょっとね、こう動かすとね、ああ遅いなみたいなのが分かるんですよ。出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。さあ行くぞ。まあだけどね、かっこいいのは昔もっとかっこかったんですからね。それに比べれば。回収など私にとってはたやすいさ。たやすいさ。回収を迅速に行う。突っ込め突っ込め。
けんだから行こうぜ。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。自軍ビーコンが設置されました。だだだだ、応援をお願いします。現在地を維持せ。しばらく敵の戦艦来てる可能性もあるから、ミノを迂闊に使えないよね。結構削ったで。削れ削れ。ガンガン突っ込め突っ込め。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。選択してください。行くぜ行くぜ。オーケー。はい、オッケー。いけ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 。だだだだだ。カメラは生きている。行きます。各位には奮戦激闘を願う。踏み込みが浅い。各位、攻撃を優先したまえ。守っているだけでは勝てません。背筋を正して狙うしとこい。へい。あ、即死っすか。さあ、ガンガン行こうぜ。ガン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 。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。さあ、突っ込め突っ込め。突っ込め突っ込めですよ。まだまだ物足りないかな。軍艦の破壊が確認されました。よいしょ。はい、壊したよ。いただき。イエス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 。さあ、突っ込め突っ込め。突っ込むしかないべ。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。壊せ壊せ。行くぞ。こいつ、シャア以上のニュータイプみたいだ。私に会ったスカバイダー。拠点をダッシュしました。運の悪い連中だ。ポポポポーって
ストーリーエスキューの流れに成功しました。ここは下がるしかない。指揮官からの指示です。落ちろ。オッケー、潰せ潰せ。これ以上好きにさせない。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。ハイゴックが来てる。ヘイゴックが来てるよ。パクった。攻撃を一点に集中します。さあ行こうぜ行こうぜ。やっぱニューヤークいいね。ニューヤークはいいよ。非常にそう思いますが、ちょっとラグいね。歩兵戦をするにはちょっとね、FPS が当たりない。あ、引っかかったなり。落とされたのか。もうやることがないよね、あんまね、っていう感じで、こうなるとね。出撃する地点を選択してください。ここまで来てしまうと。出撃する地点を選択してください。そこを壊しましたからね。行きましょう。くっついております。ちょっと FPS が低いね。君たちはジオン国民の誇りだ。シャドープレイだとこんなことはないんでね。あ、シャドープレイ、ただシャドープレイでやるといろいろとね、それはそれであるんですよね。ちょっとね、やっぱね、カクつきますな。怪獣を優先させるぞ。ちょっと当たんないですか。背筋を正して出直す。チャジミ。背後ショットでした。スナイパー多いね。
する機体を選択して出撃する地点を選択してください。敵艦には沈んでいただきました。待機させてもらう。大丈夫だ、修理は任せておけ。挑んできた勇気を残り 30% 以下です。 OK。 あべ、痛いっすね。あんな逃げるチャージビームライフル使いなど、やっぱカッコつきますな。こんばんは。超、ああ残念。まあだけどここまで来ると安定ですね。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。作戦時間は残り5分です。待たれてるからね。さあ行きましょう。壊せー。敵さんを落としといたよ。壊せ壊せ。なんでロックされたし、どっからだよ。いつでも戻るよ。戦いの後ろ支えが私の役目。リペアポッドを設置した。すまない、離脱する。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。行くぞ。こんばんは。問題はありまくりますけれども、もうだから何度も言ってますけど、私はジオンと連邦の壁を撤廃するか全機、0080なくせと思ってる人ですから。ほら、ただでは死なん。ああ、それはあかん。選択してください。出撃する地点を選択してください。マンバズゲーですよ、マンバズゲー。行くぞ。まあもう今更変わらないと思うんですけどね。当たりすぎだ。少しは避けるコースが。行くぞ。出た。いてー、即死した。自軍艦の出撃
撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。行くぞ。さあ行くぜ行くぜ。ユウ、ここ取っちゃいなよ。拠点を占領しました。挑んできた勇気は褒めてやろう。おー、敵さんが溶けていく。ほら、リベンジじゃ。作戦時間は残り1分です。運の悪い連中だ。ハックついた。なぜ負けたか。配管を置くだけ。まあガオンに限らず砂は強いですよ、どのゲームでも、安定してと思います。なんかスナイパーは強くなきゃいけないみたいな変な神話があるんですよね、特に無料ゲーはその部長が強いですね。選択してください。行くぞ。まあ割とスナイパー一発で死ぬゲームってのが多いですよ、対人ゲーは。 FPS はそういう意味では硬いっちゃ硬いんですけど、ああ喪失劇に10分くらいかかる機体もいるんでね、それはもうちょいどうにかしてほしいところでありますけど、突っ込めよ突っ込めよという感じでございました。個人評価の報告です。君の勝利への貢献。やったね。本部よりもっとたくさん出ていいんですけど、開封するコンテナ、シャドープレイだとそんなにね、そんなにカクつかないんで、これをオープンブロードキャストソフトウェアっていうので配信用のソフトなんですけど、ここは若干カクつきますね。参戦予約ボタンを押してください。結構そういう意味でガンをやる場合はそっちにした方がいいのかなという気はしました。まあ、やっぱり GLA 減ってるっていうか、まあ、いなくなってますね。これ上3つ取れたからもう一回補充しよう。ほら、大体その方がいいんですよ。そう、召喚でも減ってますね。結局ある程度強くないと使われないんで、みんなね、はっきり言って期待合いなんてないんですよ。戦闘開始まで期待合いなんてないんだ。刺して強いのが正義。対人ゲーですからね、露骨にこう強弱、機体別で強弱があっちゃえばあるともうどうしようもないですよね。さあ行きましょう。エクストラガチャチ系のイベントの時はなんか やたら人がいるような印象がありますけれども、頑張りましょう。ゲーム用と配信用で PC 分けて放送することはできますよ。その場合キャプチャーボードが必要です。結構めんどくさい。
そのゲーム用の画面に出力するのを、サブのパソコンでキャプチャーするんです。そう、サブのでキャプチャーすることでできるっちゃできます。まあめんどくさいと言っても今の私はその環境はありますね。サブパソコンから配信をかけて、メインのグラフィックボードからHDMI 出力、 HDMI でなくても、あ、 HDMI じゃないと音出ないですよね。 HDMI 出力をかけて、で HDMI の入力ができるキャプチャーボードをサブのパソコンにつけて、そのサブ側からこのオープンでやるっていう感じですね。作戦開始ポイントに到着しました。はい、こんばんは。総員、戦闘配置についてください。出撃する機体を選択してください。あ、そんな感じでマカクちゃんが、マカクちゃんをなぜ入れたのかっていうと、まあシンプルですね。アティラリーボーナスですね。祭りなんで全部使っていきまーす。出撃する地点を選択してください。出撃する機体を選択してください。マカクちゃん出ました。なんで出たのか覚えてないし、なんかで出た。結局ね、そう、機体性能がものすごい露骨に差があるので無理ですよ、このゲームは。100機あっても使われてるのは3機か4機なんで、このゲンパーの数見ればわかるじゃないですか。あ、まあ、あとはちょっとリフリートいますかねみたいなね。これですよ、これこれ。指揮官不在のため一時的に召喚戦場は間違いなく、なんで、いやね、はっきり言いますけど、召喚戦場は遊べないですから。遊べないんですよ。それが遊べるなら遊ぶんですけど、昔は遊べたんですけど、今完全にアッガイとかチャースナで一発、あれで一発ですよ、チャースナで一発ですよ。だからね、悪害っていう見た目をしてるけど、単純にやられてしまうのは、どの機体を使うことにぶっちゃけ一緒なんです。ぶっちゃけ一緒。大したことあんない。で、かつ、高火力の機体が多いんで、結構強いんで、こういう火力のない機体は、マスコットにもなり得ない。やばいよ。この状態で撃てないのやめようよ。こけろこけろよ。旧ザクも使えないって。いや、この状況で旧ザクを使ってみるのは、あのね、本当にね、選択肢がないんですよ。選択肢が0080の前までは割とその一撃死じゃなかったんで、なんとか使えなくもなかったんですが、もう完全に今は一撃死の時代なんで、あれですね、
あんたみたいな盾のない機体だとですね、もうどうしようもないですよ。どうしようもない。どうしか言いようがない。やったぞ。どうしようもないんですよね。ではお次に参りましょうか。行くぞ。結構悲しみですよ。まあ初動大事故を迅速に行う、大事故してるんで、まあこんなもんですよね。一応取らない方がいいんですけどね。僕にだってやれるんだ。背筋を正して出直す。耐えるのかよ。頼りましたね。ニアスに耐えましたね。シュトゥルムファウストを撃たれました。いや結構ね、そういう時代ですよ。出撃する機体を選択してください。本当に0080の前にしてほしいんですけどね。個人的にはね。まあこのマップはもうどうしようもないです。どうすることもできない。こうなってしまうと。拠点を占領したわ。バグったー。ヒーローよこしてくれ。ダメでした。腹筋筋肉痛いいっすね。私もまあ一応 1セットぐらいずつやるようにしてます。行くぞ。こいつタタ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 。敵軍戦略兵器が発見されました。破壊してる。何？すぐ破壊しろ。急げ。行けるかな。よし、いいぞ。そのまま行け。発進するぞ。連邦のエース、どれほどのものか見せてもらおう。さあ待て、ジムだから。落とされちゃってごめんね。レーダーがありましたね。さあ今度は厳しい試合になりました。1点。出撃する機体を選択して、出撃する地点を選択してください。行くぞ。あー、かかってる。修理しません。来た。前に出る人がいないけ。お約束なんですけどね、この微妙にみんなじわじわ下がっていく、じわじわ下がっていく感じ。出撃する機体を選択し、出撃する地点を。おい、全員がいねえんだよ。だからどんな機体でも前行けんだよ。行こうと思えば。出直してくる。踏み込みが浅い。
ここで OK。 ほう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 、あー、ラグイ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 っす、ラグイっす、ラグイっす、そして増える後衛、減る前衛、右上の機体の数を見れば分かる。普段は支援とか後衛はほとんどいないですかね、ジオンは。こういう状態になってくると、あの召喚戦場だろうがどこだろうが、そんな感じですね。声が増えていくっていう。まあ声でも前行ってくれるんですけど。出撃する地点を選択してください。出撃する地点を選択してください。さあどうしたもんでしょうね。私にはどうすることもできない。選択してください。出撃する地点を選択してください。大丈夫、スポーツに引退はないぞ。激ツラタンですけど、ツラタン、激ツラタンです。まあ今回はまあこの辺ですね。卓球いいですね。ラーメンタイムですね。何もすることができない。出撃する地点を選択してください。地球本拠点 Z の耐久値が残り 30% 以下です。行くぜ。次のターゲットを行く。まあね、1日ね、1、2戦程度がね、精神遠征上このゲームはいいです。昔は結構やったんだけどね、その0080になる前は本当にやりました。0080になるってから目に見えて減りましたね、やる回数が。激減ですね。どれほどのものか見せてもらおう。やらない日も出てくるぐらいな感じですからね。まあだから、それは押してさしてさしてください。あ、当たった。オッケー、バランスボール。さあどうしますかね、これ。まあどうすることもないんで、出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。溶ける。即溶け。ミノフスキー粒子量減衰。レーダーが回復しました。どうすようもないだ。私はどうすることもできない。この現状においては。何もすることがね。無理無理無理。どうしよう。ここ1も取ってるしな。
さあどうすればいいんでしょう。指揮官兵、修復して前線へ戻れ。皆待っている。どうすればいいんでござるかな。いや次回生戦だったらツイッチですな。硬くてね、硬くてラグってね、困っちゃうわ。ラグって困っちゃうわ。これも戦争だ。沿岸部はね、こういう試合になりますね。比較的まだね、5が海の中のこっちのバージョンだと少しマシなんですけど、なんでこっちを選んだっていうね。海の5バージョンだと補給艦で5を取り返せるっていうワンチャンがあるんですけど、この配置はそれがないんで非常に不毛ですね。基本的になんでなくしたみたいな感じです。運営のマップ選びに脱帽だぜ。そこだ。和田さん、そういえばですね、過去誰もやらないね。てかね、実際のところ FPS がね、40ぐらいなんでね、ちょっとね、あんま負荷のかかる行動はしたくないんですよね。やるか。どうせ誰もやんねえし。あ、敵の核来た。お疲れ様でしたー。敵の核さんが登場しました。はい、終了しました。お疲れさん。どうすることもできないです。はい、許さないだ。戦力ゲージが残り 10% 以下です。ははっ、解けた。終了しました。本日のガンオン終了のお知らせ。ははどうしようもない。どうすることもできない。まあこういうゲームですから。マジでマジで、これひどいとかじゃなくて、これがデフォです。召喚ジョーンズ召喚戦場は基本劣勢、頑張ってなんとか なればいいなみたいな。はい、終わりました。我が軍の敗北です。速やかに撤退。どうしようもなかった。いや、まあこういうゲームですよ本当に。こういうゲームですからダウン2に否定するしかない。前に出ると即解けっていう、なかなか厳しいゲームですね。個人評価の報告です。そんな感じでございました。まあ2000ぐらいでちょうど精神衛生上いいかなという感じですね。いやだけどね、シャドウプレイでやった方が良さそうですな。ちょっとね、うん、いやまだどうなんだろうな。結構いろいろあるんですよ。地上か。そんな感じでございました。今のガンダムオンラインはまあ基本ああいう感じです。ジオン召喚戦場は。だからこれは何度も言ってますけど、あくまでもジオン召喚戦場でのお話なんで、いや何言ってんのっていう人もいるはずなんですよ。それはおそらく階級が違うんです。いやジオンの召喚戦場ここ1年ぐらいずっとこんな感じですけどみたいな。いや本当にそうなんですよね。だから何度もそれを前提として
いや陣営とか取っ払ったらとか、もっとデフレとかした方がいいんじゃねえのって言ってるわけです。それがちょっとでも伝われば幸いでございます。そんな感じですね。いや今はこういう状態なんでね、早くガオン2というよりもまあ、なんか打てよ打てよって感じです。なんか手を打てよ頼むからなんか手を打ってくれ。来週のアップデートの発表とかもう何もないの、もう何してんのみたいな感じですからなんか手を打てよ、何もしないで放置するのやめろっていうのっていう、もう何でそれやってんのって感じです。別にね、動いてダメだったっていうのはいいんですよ、もうね、なんか手を打とうよっていう、その期待出して稼ぐ以外のところでやろうよっていう、何もやんないですからね。それが一番問題、このゲームはだから一番そこが問題でございますと私は思っているんですが、なかなか難しいですね。そんな感じです。ちょっとたまりませんでした。ちょうど11時なので、今回はここまで。そうディスニー、いやーなかなかね難しいですよ。ユーザーの思いと、あれはね、ユーザーの思いと中の思いっていうのはまた別なので、この前インディーズイベント行ったんですが、その作り手から見る目とユーザーから発する思いっていうのはやっぱりね埋められない溝があるんですよ。結構その溝って、インディーズゲームでも溝があるんです。その埋められない溝が、それがこれだけ規模の大きいゲームになると、おそらくもうなんか世界の狭間みたいな感じになってるんだと思いますよ。だからその世界の狭間をユーザーから運営に届けるためにはなんか蜜源みたいな感じですね。札束用意するんで話聞いてくださいみたいな、多分そんな感じだと思います。そういうレベルな気がします。特に日本のゲームはそういう印象が強いですね。海外のゲームはそんな、まあいろいろ海外って言っても一括りにはできないんですけど、海外で成功してるゲームはすごくそのバランスに対してすごい紳士的ですね。紳士っていうのは紳士っていうのは真剣の方です。ちょっとその辺が適当すぎるんじゃないかなというのがこの約2年間のガンダムオンラインの総括ではあるんですけど、次おそらく12月ぐらいにアップデート、大型アップデートという名のなんかがある気がするんで、そこでまたなんかやらかすのかな、それともやってくれるのかなという淡い期待という感じでございましょうか。まあ、ただ私はその頃コールオブデューティーアドバンスウォーヤーでストイックに FPS な人になっているので、まあどうなるかわからないですけどそんな感じでございました。まあちょっとね厳しいっすな、厳しかった。お弟子さん沿岸部を見た時嫌な予感はしたんですけども、まあ文字通りになってしまったっていう感じですね。だからね、結構まあそんな感じでございます。そんな感じでございました。今回は、金曜日の対人ゲー部門でございました。まあガンダムラインをやっていたんですけども、来週は結構ね対人ゲーのストックがあるんで、ウォーサンダーであったり、ハッピーウォーズであったり、まあガンダムラインもあとタイタンフォールとかね、結構あるのでね。まあその辺をちょこちょこやっていこうかなと金曜日は思っています。で明日なんですけれども、明日は新作ですね。まあちょっとねもう決めてるんです、タイトルは。実は明日はもしそれを持ってる人がいたらっていう話ですよ。そう今日ね実はちょっと私事なんですけれども、ブログの方で、と YouTube の方で、その、ファイティングスティックミニというですね、ガジェットレビューをしたんですね。その、アーケードコントローラーなんですけども、
まあ、それを使ったゲームを明日もしかしたらやるんじゃないかなと。まあ、今決めてるんですけど、それをやると思います。もしそれを持っている人がいたら、ぜひですね、明日、対戦もあるんじゃないかな、みたいな。いや、できるかどうかわかんないですけど、やり方よくわかんないんでね。ちょっと、ファイティングスティックを使ったゲームです。もう、壁に追い詰めてから行きますよ。明日はそんな感じになるんじゃないかなと思っております。で、この後は11時から、壁に追い詰めて、そこからの、みたいな、感じでございます。おぉ、決まったーみたいな。アメージングっていう。あ、もうちょっと頑張った。なんでそこつくかな。いや、まあまあ、まあそんな感じです。明日はそんな感じになるんじゃないかと。せっかくね、今日、一応ね、結構ね、感触良かったんです、そのファイティングスティックが。良かったんで、それを使っていこうかなと思います。それとは別に今日は、この後、メゾンド魔王。メゾンド魔王何やるかっていうとですね、大きな一つの壁です。ボスですね。ボス戦が待っておりますので、よかったらそっちの方も見てみてください。それでですね、1時間にわたってガンダムオンラインを久々にお伝えしました。まぁ、ちょっと、1戦目はともかく2戦目はちょっと厳しい試合だったんですけども、そういう中でも見ていただいてありがとうございます。また、まあ、ちょっと次いつになるかわからこんなもん状態なので次いつになるかわからないんですけれども、またお会いできればと思います。それではよかったらこの後も見てください。シルビでしたー。